こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、おかみの木下紅子です。こちら側から失礼いたします。名古屋帯を結ぶ工程だけちょっと確認したいな、なんてことはありませんか？本日は名古屋帯の工程のみを解説した動画をお届けしたいと思います。コツなどはね、全部割愛して工程だけご説明しながら、帯を結んでいきますので、帯の工程だけさらっと確認したいなとか、帯を結ぶ工程をとにかく覚えたいという方、ぜひお役立ていただければと思います。では早速行っていきたいと思います。帯を結ぶのに必要なもの7点です。帯板、名古屋帯、和装クリップ2個、それから仮紐、そして帯締め、帯揚げ、帯枕、7点あるか確認をしてください。和装クリップを両トップバストにつけます。帯は自分の右前方に置きます。折り目、輪っかが下になるように帯を背中で通して、左側に帯を手先が来るように持ってきます。手先の長さはだいたい膝下からふくらはぎ前後ぐらい。右手に右肘に帯をかけて、帯を体に巻きつけていきます。左側トップバストで留める。帯を体の前で合わせる。手が邪魔なので右のクリップまで真横に引く。帯をしごきます。1、2、3、1、2、3、もう一巻きしていきます。いきます。1、2、3ですね。しごきます。1、2、3。右のクリップを体の中心、帯板と帯全部一緒に留めます。左手でこの真ん中のクリップを押さえて、右手で帯を引き抜く。折り目、輪っかが外側になるように持ってくる。帯をねじります。真ん中のクリップに向かって帯を折って、上にギュッと上げる。右手と左手持ち替えて、帯の手を体の後ろにギュッと持ってきて、真ん中のクリップを外して下で留めていきます。枕を入れます。柄がある帯の場合は柄に合わせて、私のように特に柄、何が着てもいいよっていう帯に関しては、帯枕を胸元に乗せた時に、帯の下線、垂れ先がここですね、垂れ先がご自身の膝頭ぐらいに来るように調整してください。帯枕の紐、それから帯揚げ、できる範囲で強く、できる範囲で高く結びます。続きまして、仮紐を持ちます。帯のここ下線に当てて、まっすぐ前に持ってきます。下ピタッと折って、左のクリップを真ん中で留める。手に仮紐をかけて上に上げていく。今長い部分ですね。で、垂れ先、こちらの部分、自分の人差し指分ぐらい出るように調整して、後ろで仮紐を結んでいきます。その時、帯の手を、手先を留めているクリップが邪魔であれば外してしまって問題ありません。私は今外しました。体の前のクリップを外します。後ろの体に沿っていた手を左側に持ってきて、右手は仮紐を触って、帯の中に手を入れて、今左手が持っていた手を右手に持たせてあげます。この帯の下線ギュッて突き当てて、少し右側余らせる。余った分は中に入れていきます。帯締め、今の手が止まる位置に入れてあげて、後ろで結びます。1回結んで、ギュッ、左右持ち替えて、ギュッ、余った帯締めをね、こうやって何回かくるくるっとかけてあげます。手がそのまま下に降りて、仮紐を外して押さえながら抜きます。私は通常ね、もう抜いた後すぐに仮紐を畳んでいくんですけれども、今日はね、動画なので割愛します。はい、では帯を回していきます。たもとを上げて、左側帯をね、帯だけ掴んで後ろに回していきます。よいしょ。まっすぐ回ったか、中心まで来ているのか確認します。はい、で、帯揚げと帯枕の紐を分けます。枕の紐だけ持って、
背負います。体の中心を外して緩めに結んで、帯板と伊達締めの間に通常入れますが、私は着物と伊達締めの間に入れちゃって、胸元のシワをねよく下に落としてます。帯揚げを仮で結んで胸元に入れて空間をキープしておきます。帯締めを結ぶ、長さを揃えて、シワ、帯前のシワをしっかりとって、左が上、ギュッ、左右ね、しっかり引っ張りながら、どこが力の力点か確認しながら帯締め結んでいくと良いです。で、続きまして最後帯揚げですね。帯揚げは私はもう半分に折っている状態なので、3分の1ずつまた曲げていきます。よいしょ。で、この下側を帯に入れて行きながら、逆側も整えていきます。帯揚げ、帯締めのご説明っていうのはね、別な動画で解説しているのがあるので、よかったらそちらチェックしてください。左が上で一結びで、よいしょ、2回目はふわっと結びます。で、結び目向こうを手前にちょっと入れて、余った部分をくるくるくる、中にギュッ、くるくるくる、中にギュッと入れていきます。そしてここね、胸元に手を入れて左右に手を滑らしていくと、かなりね帯揚げ綺麗になりますよ。で、おはしょりなどを整えて、よいしょ、名古屋帯の前結び出来上がりました。本日は先ほどね最初にお話させていただいたように、コツは全部省きました。工程のみお話させていただきました。こういったね動画、それぞれお役に立つタイミングって違うと思うので、工程だけさらっと確認したい、工程をとにかく覚えたいという方は、今日の動画ぜひお役立てくださいね。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私たち着物の書籍も出版しています。新しい着物の教科書、きちんと身につく着方の教科書、動画と合わせてお役立ていただけますと幸いです。私の日々の着姿はインスタグラムでもご紹介しています。よかったらチェックしてみてくださいね。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。